カラーマネージメントシステムはデジタルカメラ、スキャナ、モニター、プリンターなどの異なるデバイス間の色を統一的に管理するシステムのことで一般的に ICC、インターナショナルカラーコンソーシアムの規定に準拠したプロファイルを使用したシステムを指す。ICC に準拠したカラーマネージメントシステムでは装置やデータドキュメントで使用される RGB や クマックなどのデバイスディペンデントカラーを ICC プロファイルを使用して CIELAB、CIEXYG などのデバイスインディペンデントカラーで管理される PCS に色空間の変換を行う。KDE プラズマ後の ICC プロファイルの冷色空間変換では ICC プロファイルを使用してデバイスごとに変換を行う。 ICC で規定されているプロファイルの種類は、スキャナやデジタルカメラなどの色空間から PCS に変換するための入力プロファイル、モニタ色空間と PCS 間の変換に使用される、モニタプロファイル、プリンター、印刷機などの色空間と PCS との間の変換を行う出力プロファイル、アドバーグ部や SRGB などの画像の流通に使用される、カラースペースプロファイル、ユーザーが 任意の補正情報を埋め込めるアブストラクトプロファイル、複数のデバイスプロファイルとアブストラクトプロファイルを組み合わせて一つのプロファイルにしたデバイスリンクプロファイルがある。ICC プロファイルは標準でデバイスに付属していたり、デバイスメーカーの公式サイトで入手できる。また、計測器とアプリケーションによりカスタムプロファイルを作成することもできる。色空間変換は、 CMM を使用して行い、CMM は複数インストールして選択することができる。CMM ではレンダリングインテントを選択することもできる。レンダリングインテントの種類は、パーセプチュアル、サチュレーション、レラティブカラーメトリック、アブソルートカラーメトリックの4種類がある。ありがとうございます。